と思うんですけどえっとスタバの桜味を飲んでタピオカのマンゴー味の L サイズを飲んであ <laughs> あとでもまだ飲んでないけどアールグレイミルクティーのタピオカの M サイズがまだある。 もう怖い飲む予定だよもうお腹がタプタプだよ <laughs> 今日はね、ラーメンを食べたん食べたんですけどゆうが 大好きなラーメン屋さんだったのねそれでまあ普通に並盛りを食べるた並盛りを頼んでいやいう大盛りが良かったんだけど大盛りが良かったんだけどさいやさすがにアイドルになって 小食にななっっってててるかなって思って大盛り頼んで食べれなかったら嫌だなーってなって私なりに考えて並盛りにしたんですけど足りなかった全然大盛りにすればよかったああ <laughs> 大盛り,りだったよね絶対 <laughs> それであまだお腹に余裕があるな大盛りにすればよかったなっていう後悔の頭でタピオカというか頼みに行っちゃって そう、2公演ある時は心配とりあえずもう,もうもうもう私はスカヒラまでがもう勝負な勝負なんだよそうだよね今日のタピオカの分を消費し消費しつつ 栄養ドリンクねね私あんんままり飲まないんだよ、ね、栄養ドリンクって例えばさえ栄養ドリンクってむずいえエナジードリンクと栄養ドリンクって一緒あのちょっとたまに高麗人参とかの味するようなやつはあれは栄養ドリンク あーやっぱりちょっとあの有名なリンのリンのエナジードリンクは好きだよ。高麗人参入ってないから。 でもあんまり飲まないあー C のやつ C のやつ C のやつ好き結局 <laughs> で1本3000円くらいのやつすごい効きます1本3000円 来そうだねなんかこんばんは今日はサッカー帰りなんで寝ますねおやすみ翼を授けられるやつは飲んだことない陽明酒ってどんな味がするんですか飲んだことない私漢方があんまり得意じゃないから陽明酒ってどんな味 超辛いうわじゃあちょっとダメかもちょっとダメかも辛いのはこんばんは漢方嫌いならダメかもね漢方得意な人っているのいや絶対もうなんか漢方口に入れただけで ほう <laughs> ってなるんだけど本当に息止めない止めてオブラートに包んで飲まないと無理だ幼虫は高麗人参の匂いする高麗高麗人参ダメだの 漢方はカレーのスパイスみたいなもの全然違うんだけどえみんなどういうこと漢方好き衝撃ちょっとな何がいいのかもうあのプレゼンしてほしいわ絶対無理。 だからここはと言うと「聞きそう」っていう味じゃないじゃんもう本当に受け付けないんだけど <laughs> 癖になるえー、<laughs> なんか想像してたら。 嫌になってきた口 <laughs> <laughs> 舌が子供なんだなそう思うじゃんだからさ あの舌っていうかすかあれオブラートに包んで,でも飲まなきゃいけなかった時があったからあのしょうがないオブラートに包んで飲もうって思うけど量も多いし匂いも強いしえって カプセルに入れて飲むとかそれはありでもなカプセル何個分すごい量だったんだけど私が飲んだ時の漢方ポキちゃんシナモンもダメあんまり好きじゃないかもえでもそこまでいや嫌いじゃないですよこんばんは食の好み大人そうああ大人そうじゃな、ね、い大人だと <laughs> そうそう食の好みはね だってさイカの塩辛とさ漢方は比べちゃダメだと思うよイカの塩辛とウニとかそれは美味しいでしょいやなんかありがとうじゃあドクターペッパーも苦手とかさいろいろシナモンあ 留学さんもダメだとかありがとう私がちょっと上ってなる前に皆さんに教えてもらうチャイとか飲まない飲んだことはあるけどそんな普段からは飲まないこんばんは。 方イカの綿の方が好きそうだよあとカニ味そとか渋いやつ生やつ箸とかも苦手だったりするのかなえあれおいしくないですか私和菓子好きなんですよ ゴーヤとかふきのとうは苦いうわめっちゃタピオカが消化されてる。 シナモンはだいいぶ漢方に近いよねじゃあ私最近かんシナモンのなめ,なめてないじゃない <laughs> 食べてないわ桜餅え桜餅は好きですよ和菓子ですからなんならあの葉っぱの部分が好きですよ 苦味を感じるとダメそうなのそうなんだよぽきちゃんきのこ苦いきのこは,のこはえー、っとしめじだけしめじだけは苦いって思うきのとうのあれは得意ですよなんだっけたらのめたらのめの天ぷらは美味しいよね それに抹茶塩とかわさび塩とかつけて食べるんですそれは大好き愛してますよタラノメの天ぷらはピーマンもダメションもダメ シナモン好きになろう。えシナモンえあそういうことんシナモンってそういうことえ食べ物の方しめじ苦いよ。え皆さんしめじって食べたことあるちょっと言わせてもらいますけど、しめじの苦みがわからない人は、ちょっと、味覚が。 なんていうの鈍いじゃないの <laughs> 苦いじゃんしめじ <laughs> え <laughs> ええ なんで人によって違うんだねやっぱり。 しめク癖あるから苦手だよねだよねだよねえなあじゃああああああ苦くないよが多数派すぎて私がおやられるじゃないですか言わないでもう苦くないってもう分かった分かった <laughs> <ね>え <laughs> ひどいなしめじ苦いけど。 しめじ一番目違うし <laughs> なめこだしあ、椎茸だ,だし松茸は食べれるうん食べれる新潟のしめじは 苦いいやでも新潟の人が苦くないって言ってるあそうパスタにね菜の花がのっていうボンゴレビアンコが大好きなんですけどお店でボンゴレビアンコを食べた時に旬の野菜が上にのってるみたいなののね パスタだだったんだけどね菜の花が乗っててねそれですっごい苦くてねそれから自分の名前に「菜」が入ってんのに菜の花食べれないのその時もねボンゴレ好きすぎてね大盛りにしたんだけど結局菜の花ちょんちょんって食べれる人にあげた。 苦味がいいんですかあじゃあ皆さんがあの菜の花食べる時はポキのことを思い出しながら食べてくださいね。 割と好き嫌いあるんですねいやそんなねなんかねそんなに好き嫌いあると思ってなかったんで自分で「あなんか結構何でも食べれます」って言ってたんですけどなんか皆さんが「これは食べれるあれは食べれる」って質問してきて「あそれ食べれないあそれちょっと苦手です」っていろいろ出てきちゃって好き嫌いが激しい人になってしまった。 だってさ嫌いな食べ物の欄に「ピーマン」「しめじぐらいしか書いてないんですよでもなんかいろいろ食べれないものでピーマンとかしめじの方がまだ食べれるもん春菊とかゴーヤとかよりは。 そう苦いのがダメあとガリ生姜が生生姜生姜をそのまま食べれる食べれない今色違いだったら大丈夫紅生姜がガリこれはダメですジンジャーエールも飲まない でも生姜焼きとかレバーの生姜煮とかは食べれちゃう,そ,うそのものを食べるのがダメだ生姜食べてますっていうのがダメなんですよね あ理解できるあ,ありがとうございます <laughs> ちょっと似てるかもね好みが今日も配信見えて売れピーマン <laughs> ピーマン苦手だって言ってるのにそういうことを言ってくるんですねなんかレバーのしょうがには私が大好きなのレバーにレバーを なんか甘いタレで絡めてるそれを生姜と一緒にいなんかなんか似てるやつ <laughs> 最近セブンイレブンにも出たよ新商品ってなってた生姜醤油ラーメン私 新潟に住んでるけどあんま生姜醤油ラーメン食べたことないね <laughs> チーズ苦手だけどピザは好きええチーズ苦手なんだね ユーチーズ大好きだよ最近はモッツァレラが好きなんだけどブッあ皆さんメール届いた <laughs> ブルラータチーズっていうのにハマっててあとはゴルゴンゾーラが大好物ゴルゴンゾーラもやっぱり好き嫌い分かれるよね <laughs> 新商品には目がないああでも新商品って書いてあってわこれなんか食べてみたいって思ったらすぐ買っちゃうよねモッツァレラチーズゲーム知ってる知ってるよモッツァレラチーズモッツァレラチーズモッツァレラチーズ モッツァレラチーズ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 ってやつでしょ <laughs> もしかして <laughs> カロリー高いものああ好きです好きです。好きです グルゴンゾーラーめっちゃ美味しいよポキの好きなパスタはパパが作ったモッツァレラとトマトのパスタあっ どどんどん大きくしていくんですよ音量声量だから皆さんやる優雅だからモッツァレラチーズって言ったらこのモッツァレラチーズよりも大きい声でモッツァレラチーズって言わなきゃいけないんです <laughs> 楽しいよね一人でやるゲームゲームで カプレーゼ好きアイドルあるあるパパの手料理が好きイエーイうんうんうんそうそうだねそうそうそうチャーハンも美味しいよパパの料理男子うーん でもできるえ絶対に勝てるよ私皆さんとモッツァレラチーズやったらママ,のりょママも料理するよ昔はできなかったらしいけど今はできるんだよねやっぱり日常でこう日頃の 料理ってやるとできるようになるんだねママの好きなママが作る料理で好きなのはチキン南蛮あとね ゆうがさわ2わ食べたいって言ったらさ二2作ってくれたりするえゆうママがた作る料理で好きなのあったあったのに。 あ塩唐揚げも好きですパパが料理する家庭って素敵パパでもねパスタとチャーハン たまにねなんか気が向いたらピザ作ってるこれ3三個あと何かあったっけたけのこのお味噌汁とかも作ってるよいかにか揚げ物作らないチキン南蛮って揚げ物だよー あ、スープカレーも好きだよーママ。見てるでしょ。スープカレーも好きだよ、ゆうは。なんならちょっと普通のカレーより好きだったりするね。 あね、パパがねピザの生地のやつを作ってね「おい!」って呼ばれてユウがトッピングしたりするのドルドルラねん、バパパピザ生地作ってるよユウはトッピング係うん くるくん回してないあれはしてないって頑張って伸ばしてる丸丸く <laughs> 回さないだよ <laughs> でもね綺麗にいかないんだよお皿のでも今度学んだんだけどお皿の上でこう丸いお皿にこうか 形合わせて丸い生地にし,たしてそれでその上でトッピングとかするんだけどその生地今度動かせなくなるの焼,け焼くさオーブンのトレーにのせるところまでで崩れる形が。 今乗せます乗せるんだけど焼き上がったやつを他の切れ端のところに切れ端違うこう何等分かにするじゃん自分のやつを他の人のところに置く <laughs> それの上でやるのかと思ってたそうそれが一番いい方法だと思うパパと妹はねピーマン好きなんだよねでもママがねありがたいことにピーマンも好きじゃないので ピーマン料理はまだないけど裏裏ーピーマンピーマンンうちおママがピーマン好きじゃなくてよかったでーバランス取れてるそうなの。 だかたぶん優ナとママはめっちゃ味覚似ててパパと妹がたぶん似てるねたぶんね肉詰め出てこないねチンジャオロースも出てこないよねだからねウニウニとかカニ味噌とかもママは好きだけどパパはあんま好きじゃないもんパパと妹は好きじゃない。 よく覚えてるね、まつげがお母さんに今日はあげてないけど、ビューラーとかしてないけどさパプリカは大丈夫あと、なんだ お肉赤身の方が好きとかそれはママに似てるしそういう感じカニはね家族全員が好きだしあとカズチーも家族全員好きですさん人とも新潟の方ですよ ハッピー新潟マミー新潟湯新潟そうカニはそうでも味噌とかになるとこっちにこっちが食べるカズチ、4人とも好きなカズチしか思い浮かばなかった今。 ラーメンの好みいやでもユウなそんなにラーメンここはこのラーメンはあんまりだなとかはあんまりない大体美いしいってなっちゃうんだけどパパはなんか最近豚骨食べたいって言ってるけど今日は全然あっさり醤油に行きましたユウが食べたいって言ったユウが「どこどこ行きたい」って言った。 行きましたカニ食べる時ってカニ買ってきてお家で食べるこの間は <laughs> ふるさと納税でもらったカニしゃぶをしました <laughs> あとはゆうがカニ大好きだからおばあちゃんが買ってきてくれたりとかして。 お家ですね大体ああまだお腹かなかもうやだ最初はおなか鳴るの恥ずかしいからさだまそうと思ったんだけどさもうどうしようもないので隠さないでいきたいと思いますおなか鳴りました今ことぶき好きになったあうれしいおいしいでしょ 昨日のディナーがシオツすぎてあそうなんですよちょっとパパがパパと一緒だったラーメンとか焼肉なのでそうなんですねあ聞こえたとか言わあー じゃお腹が鳴りやすい体質なのです。そうお腹と肩が鳴りやすいんですよね。どどこかしらから音が鳴ってる体のこんばんはえ。 なんか、アバターが、アバターが違う。それどうしたのすごくないえ、このさ、こんばんは、の方のさ、アバターさ、なんか、<laughs> やだいいと思う。すごい。 春の,春のさ配信でさ壇上全員粉バターだったらすっごい気持ちいいだろうなすごすぎるこれあとスイスイかスイスイのところも変える人参のポタージュは得意料理 <laughs> ちょっっっと待って待って待って玉ねぎが好きなんですけど私玉ねぎのポタージュが大好きなんですけどできますか <laughs> お願いしていいですかいいのは量的には足りなかったんじゃないあれ全部じゃないあれ前菜 <laughs> 前菜しかとらなかった前菜とデザートしかとらなかったあとパスタとピザを食べました できますええー、玉ねぎのポータージュダノみたーい星投げるとちゃんと飛ぶのかあそうなねよよよ帰る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  <laughs> あれ前才です。<laughs> 食べ物ポタージュいいですねでも,もう圧倒的に玉ねぎが好きあれで全部なわけないじゃないですか私絶対足りないじゃないですかオニオンスープじゃないのポタージュなのなんかちょっと。 え炒めないとさ辛いから炒めるよねやっぱり絶対に玉ねぎをじゃあちょっとさレシピを教えてくれるメモもしたいんだけどだからコーンポタージュは自動販売機で買いますよねって自動販売機は。 コンボタージュなんですがこういうああいうなんかおしゃれなお,しゃれおつなお店とか行ったら玉ねぎ大 <laughs> 食いの子って結構細い子よねだよね私はちょっとその分類には入らないんですけどそうなんだよだっって雪がめ,めっちゃさ 結構食べるけどさあんな細いじゃんそういう感じだよね私は食べた分だけ太ります玉ねぎをコンソメで煮込んでブレンダーでペースト状にして生クリームと牛乳でダーします <laughs> 生クリームないうちに今 <laughs> できないじゃん今もう今週は諦めようなるほどなるほどありがとうございます玉ねぎをコンソメで煮込むんですね <laughs> どうします <laughs> 明日た喜んありがとうございます 楽しみましょうね <laughs> どうします生クリームがない牛乳で代用できませんかね牛乳だけではできないらしい ちょっとだけさ小麦粉とか入れたらいいんじゃないかちょっとだけ小麦粉をトっと入れてちょっとバターをトゥと入れたらできるのではとろみがつくのではないかな手ぶらで公園に行きたいあいいよ <laughs> 全然そんなカニは強制じゃないから ケタイとだけホワイトソースホワイトソース作ろうと違う小麦粉 <laughs> 牛乳だとダーできないんじゃない <laughs> ダーするための生クリームなのかあそうなんだ。<laughs> ダーが大事あ、なるほど「や」じゃダメらしい「だ」らしい苦手な人は勝手にレシピを変えるなんかで,できるかなと思ってちょっととろっとする <laughs> <laughs> じゃがいもすりおろすととろみつくよあ分かる分かる分かるでもじゃがいものポタージュになってまうがな。<laughs> <laughs> 玉ねぎのポタージュが飲みたいんだ <laughs> 味し味はしないのかな玉ねぎすりおろしたの入れても牛乳牛乳だけだと若干薄いけどありああかたくりあるよ <laughs> バターで重たくああそっか あそ,んなそんな感じでできそうだよね。<laughs> ああんか玉ねぎのポタージュのレシピが聞けちゃったよ。ということで「壇上」読みたいと思いまーす。 <laughs> ということで <laughs> 13位ケンジです三ありがとうございます12位ウィル6番さんありがとうございます11位新潟和さんありがとうございます10位片山さんありがとうございます9位アベベさんありがとうございます8位ヒロイ一さんありがとうござい。 十三位新潟和さんありがとうございます。十二位アベべさんありがとうございます。十一位ウィル6番さんありがとうございます。10位広市さんありがとうございます。九位突破 Q さんありがとうございます。八位音速の貴公子さんありがとうございます。八位ミミレイパパさんありがとうございます。六位片山さんありがとうございます。 五位マササトさんありがとうございます。四位マコイモさんありがとうございます。三位ケンジです。三ありがとうございます。二年年さんありがとうございます。一はやとさんありがとうございます。あし明日も頑張ろうのところがダーになります。はいオッケーです。 き <laughs> きまますす <laughs> 今回もたくさんコメントギフトありがとうございました全部読めなくてごめんね今日は一日お疲れ様でした明日も頑張ろう <laughs> ああよし 明日いい席になるといいな。お休みごきげんよう。<laughs> バイバーイ。